Thank you.
この試合をやれたことで、自分のコンディション面だったり、チームとしてのコンディション面だったり、すごく思ってたよりも暑かったりだとか、そういったいろんなことを確認できて、12日のホンジュラス戦が初戦にならなくてよかったなって、すごく改めて思いましたし、そういった意見はチーム内は出てたので、8日、昨日の試合がすごいポジティブなものだったかなと思います。本番も近づいてきている中で変に修正点と、そうやってネガティブなことを自分の口にする必要はないと思ってますし、ここからはすごく、ポジティブだったりムードっていうのも大事になってくると思うんで、しっかり前を向いていけたらなと思ってます。自分個人的にはそこまで近づいたとは思ってないですし、むしろそのスピードで言ったら向こうに離されてるのかなって思うところもありますし、まあ逆の意味で言うと逆の意味ではないですけど、自分たちもやっとそういった選手が増えてきてスタートラインに上がってるのかなと思いますけど、その強国っておっしゃられているような国々はもう何年も前にこの自分たちの状態を経験してると思うんで、そこから自分たちがいかにショートカットをしていくのかっていうのが大事になってくると思いますね。こう、穏やかな環境で合宿を、できていることを、ホテルの皆様だったり、市の皆様に感謝したいと思いますし、こうやって
すごくいい環境で練習できることは当たり前ではないってことを今一度認識したいとは思っています。僕は結構小学校、中学校の時からその日本にいる時に結構遠征することが多くて、よく静岡県をまたぐことが多かったんですけど、非常に横に長いなっていう。ずーっと静岡だな、まだ静岡だなっていう印象がありますね。あとは一回静岡学園と試合して、その時にすごくうまくてびっくりしたっていうのもあります。まあ、出るからには、勝つつもりで行くのはどの大会も変わらないと思いますし、ここで勝ったから差が縮まるかってわけじゃないと思いますけど、ここでしっかり勝っておくことで、個人としての成長アピールにもつながりますし、チームとしての成長、それこそ日本サッカーの世界に向けてのアピールにもつながると思うんで、いい意味で世界を驚かせるような大会にしたらいいかなと思います。まあ、コンディションも、メンタルのところも含めて、すごくいい状態に徐々に持っていけてんじゃないかなっていうふうに思いますし、みんながよりいいチームを作ろうっていう意識がすごい感じますし、本当にチーム全員でっていうところをやりながらすごい感じてるので、まあ、このまま引き続き、オリンピックに向けてこういい状態を作っていければなというふうに思います。もうやっぱり本戦は、中2日で、昨日も湿度すごい高かったですけど、ああいう天候の中で中2日でやっていかないといけないので、間違いなく総力戦になると思うし、まあ、チーム全員の力は本当に必要になってくると思うので、まあ、本当に自分がいつ出てもいいように、まあ、僕だけにかかわらず、みんながそういう意識を持って日頃から準備することが大事かなというふうに思います。もちろん疲労っていうのはこう、自分が気づいてないところでも蓄積されてるとは思いますけど、僕、個人的にはもうしっかりよく食べて、よく寝てしっかり回復するってことだけを意識してますし、試合連戦が来てこう疲れたなんて言ってらんないので、試合が始まったらまあもちろんそれは相手も同じ条件ですし、まあでもできるだけこう、怪我のリスクを減らしたりとか、なるべく疲労回復を早くさせるっていうところは、まあ大事だなっていうのを改めて前の代表合宿で感じました。仙台には実質1年間の、こうフロンターレからのレンタルでしか行ってなかったんですけど、まあでも僕にとってはこう、1年間以上の濃さがあったなっていうふうにすごい感じてますし、まずはこう、たくさんの試合に、使ってもらえたっていうところ、まあプロサッカー選手になって初めてこう、あれだけの試合に出させてもらったっていうのがあったので、まあそういった意味ではすごい、感謝しますし、やっぱりその試合にたくさん出続けることで、自分の良さだったり、足りないところだったりっていうのにすごい気づかされた年でもあったので、まあ間違いなく仙台での1年がなかったら今はないと思ってますし、まあだから前もこう、仙台に行って挨拶したかったっていう僕の思いもあったので行ったんですけど、今に繋がってる1年だったなっていうふうに思います。大会で向かっての、直前の合宿になるので、もうその大会のイメージをして自分たちの体と心をそこに向けて作っていくっていうような段階になってきてると思います。まあ相手が大学生だったっていうのもあって、正直、まあ前線にボール入れば全部いけちゃうようなシーンっていうのが、まあ多かったので、そこを判断は、まあ正直しかねる部分はありますけど、この攻撃を組み立てていくっていうイメージっていうところだけで言えば、まあそれぞれが、イメージするものを共有はできてるのかなっていうふうには思いますし、やっぱ攻撃だけできるわけじゃないので、相手のレベルが上がれば、やっぱり守備の時間帯っていうのは増えてくるっていうところはもっともっと考えなきゃいけないのかなと思います。今でもやっぱり思い出せない、ウルグアイ戦とかでこう、2得点したところとか、まあその大一番というか相手が強ければ強いほどこう、結構力を発揮したりもするのかなっていうふうに、まあ勝手に見てるんですけど、そういうところでこそ自分が力を発揮できるっていうような自信というか、やっぱりそういうところに強いっていうような思いみたいなものっていうのは、ご自身あったりとかしますか？そうですね。まあ、ただ、そんな相手が強い試合で力を発揮できるというよりは、やっぱ常に力を発揮し続けられる選手でありたいっていうところが一番ですけど、相手に対して自分たちがどういうサッカーをするかだったり、自分がそういう相手に対してどういうことをすることが有効なのかっていうのを少し俯瞰しながら見るっていうところが必要だと思いますし、やっぱり体がきつくなってくると頭の部分も、少し止まってしまうようなシーンっていうのは、出てきてしまうと思いますけど、まあ、そこでどれだけ頭を切らさずに、まあ、そこの自信っていうのは、もちろん持ってますし、チームを助けるための準備っていうのも今してる段階なので、
まあ、しっかりとその体と心っていう部分を、自分が準備できれば、その力っていうのは出せるのかなっていうふうに思っています。メンバーには入りましたけど、この中から試合に出る、スタートから出る選手もいれば、途中から出る選手もいて、まあ、やっぱりメダル、金メダル取るまでに6試合あるって考えたら、その中で本当に総力戦になる戦いだと思っているので、全員が、自分の仕事っていうことに、フォーカスして、もちろん最初から出るために準備をするっていうところもそうですし、逆に途中から出るっていうところもすごくチームにとっては必要な部分になってくると思っているので、その自分の役割っていうのをしっかりと理解して、そこに自分の力を全部注げるように準備していければと思ってます。やっぱりこの夏場の連戦の中での総力戦になると思っているので、どれだけチームが一つの、まとまりとなって戦えるかだと思いますし、その中で、やっぱり自分が何をチームにもたらせるのかっていうのを理解して戦っていくっていうところが、まあ一試合ずつそれぞれ、やっぱりチームで戦いますけど、最後チームを助けるのは個人の部分だと思っているので、やっぱそのために、全員が準備をして、チームを助ける準備っていうのをできればっていうふうに思ってます。